北長山駅は北海道旭川市長山町14丁目にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W32。電報略号はキナ。2020年3月14日、改正時点では下り8本上り9本の普通列車が停車する。1977年の移転前の北長山駅と周囲約500メートル範囲。右上が 名寄方面。現在の位置より600メートルなよろ側の、東馬町との境界近く、石狩川橋梁へのカーブの手前にあった。旭川よりの踏切横からホームを回り込むような、小道を約100メートルほど進んだ位置に、待合室の白い屋根が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、長山の北部にあるため、 単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の東南側に存在する。分岐器を持たない防線駅となっている。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅で、駅舎はないが、移設された関係で施設は比較的新しい。ホーム中央部分に待合所、輪っかない方に階段を有し駅施設外に連絡している。ホームの有効長は3行分で、 南向きの壁に太陽電池が設置してあり、夜間の電灯の電源に使用している。トイレはない。移転前の駅も、現在と同じくホームは、線路の東南側で、待合所のみを有していた。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。長山進化は長山市街を出て、上川盆地の広がる、田園地帯の中にある。東間町との町境に近い。ホームからは、 大雪山系の山々が望める。駅付近に所在する高校生徒の利用が多い。北長山狩り上降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。